テムノドントサウルス。テムノドントサウルス、学名は、約2億年前から1億7500万年前に、当たるジュラ紀前期、ヘッタンギアンからトアルシアンにかけて生息した魚流の、絶滅した属。ヨーロッパに分布しており、イングランド、フランス、ドイツ、ベルギーから化石が出土している。明けた海洋の深い海域に生息したとされていたが、ドイツでの標本個体は、 浅い海域に生息した可能性があるという研究結果が2018年に発表された。ブリストル大学の古生物学者、ジェレミー・マーティンは、テムノドントサウルスを生態学的に最もなる魚流の属の一つとして評価している。テムノドントサウルスは最大の魚流の一つである。テムノドントサウルスの全長の最大推定は9メートルから12メートルの範囲に収まる。 最大の推定値であれば、かつて最大の魚流と考えられていた巨大な魚流、ショニサウルスポピュラリスに匹敵する。テムノドントサウルスは、非常に大きい目で知られており、直径は20センチメートルと推定され、基地の動物で最大とされている。ジュラ紀の魚流の特徴として、尾が湾曲しているほか、顎にある連続した溝には、円錐形の葉が並んでいた。 テムノドントサウルスの種の数は年によって変動があり、クリストファー・マックコーアンは1992年時点で、テムノドントサウルスは13種存在するとしている。2000年には、マイケル・マイッシュが、テムノドントサウルス・プラティオードン、テムノドントサウルス・トリゴノドン、テムノドントサウルス・アクティロストリス、テムノドントサウルス・ヌエルティン原質をテムノドントサウルスの有効な種として列挙した。 テムノドントサウルスの体型はマグロに類似し、長く眼強で細身であった。尾は、胴部と同等の長さかあるいはさらに長かった。椎骨の数はおよそ90を下回る。第1頸椎と第2頸椎は融合し、遊泳中に安定性を得ていた。腹肋骨は存在しなかった。前肢と後足はほぼ同じ長さで、かなり細長かった。これは、 甲子の2倍以上の長さの前足を持つ、オフタルモサウルスかのような三条期以降の魚流には、珍しい形質である。また、腰帯が縮小しておらず、これも三条期以降の魚流には珍しい。他の魚竜と同様、歯骨は複雑化していたが、イクチオサウルスが主要な歯骨を6から7本持つ、一方でテムノドントサウルスのものは3に過ぎなかった。また、五軸方向に、 付属の子骨が存在した。ヒレの円位の骨が相対的に丸い形状を構成するのに対し、キミの骨はモザイク状になっていた。ヒレの前側の円にはくぼみが2つ存在した。体になったヒレは貝や推進装置の代わりに舵取りと安定化に用いられた。腰帯は3つの骨から構成される。三角形の背びれが存在した。 他の魚竜と同様にテムノドントサウルスの視力は高く、狩りの際には主要な感覚として、視覚を用いていた。テムノドントサウルスプラティオドンの目の測定から、テムノドントサウルスの目は魚竜、さらには計測されたすべての動物の中で最大である。ただし、眼球の大きさにかかわらず、眼球が向く角度の関係で頭部の直上には、視覚が存在した。テムノドントサウルスには、 胸膜ががあり、眼球に強度がもたた。らされていたテムノドントサウルスプラティオドンの強膜輪は最低で直径25センチメートルに達する。テムノドントサウルスの頭部には長く頑強な噴部及び強削した眼下が存在する。また上顎骨、頬骨、頬骨五眼下骨が長い。元腸頸骨上の首動脈口は腹腸頸骨で分断されてペアを成している。 テムノドントサウルスプラティオドンの頭骨は約1から1.5メートルと計測されている。テムノドントサウルスユーリケファルスは他の種と比較して短い噴部と上下に高い頭部を持ち、餌の破砕に役立てていた可能性がある。テムノドントサウルスプラティオドンの噴部は細長く、配側に向かってわずかに湾曲していた。テムノドントサウルストリゴノドンの噴部も細長いが、 こちらは腹側に向かってわずかに湾曲していた。テムノドントサウルスアクティロストリスの分部も細く、先端はさらに尖っていた。テムノドントサウルスは尖った塩水系の葉を連続した溝の中に数多く持っており、この葉の生え方はオーラコドンテとして知られている。典型的なテムノドントサウルスの葉には2から3本の 流気が存在するが、テムノドントアウルスヌエルティン元子には存在しない。テムノドントサウルスユーリケファルスは膨らんだ子根を有する。カーディフ国立博物館に所蔵されている、テムノドントサウルスの頭骨標本に CT スキャンをかけ、内側と外側から筋肉の量と分布が解析された。この結果、顎の筋肉は4つのグループに対別され、 五千立方センチメートルの体積があったことが判明した。また、顎は、第三して、このように作用し、顎関節が視点として後方に存在して科学が回転て開く。筋肉が力点として、化学を引きつけ、獲物に打撃を与える作用点では、莫大な運動が得られる。その代わり最大の攻合力は、顎の後方で得られ、その力はティラノサウルスには及ばないものの家はニや、 ホホジロザメを上回る3万ニュートン、約3000キログラム以上であったと推測されている。テムノドントサウルスの王は角度35度未満で弱く湾曲しており、尾びれは三日月状、または半月状に描写される。尾びれは2つの突出物から構成され、上部が骨に支えられていない一方で、下部は骨に得られている。尾は運動のための主要な推進力に使われ、は 推進に関与しなかった。テムノドントサウルスは、ジュラキ前期の海において、頂点捕食者であった。主に魚類、主張流、他の魚流といった、脊椎動物を、主な食料としており、頭足類を捕食した可能性もある。なお、脊椎動物を常食としていたことが提案された、ジュラキの魚流は、テムノドントサウルスのみである。シュトゥットガルト自然史博物館に所蔵されている。 テムノドントサウルストリゴノドン標本の腹部からは、ステノプテリディウスの意外が,が確認できる。また、頑丈な歯と深い顎により、テムノドントサウルスユーリケファヌスは、他の魚類のような大型の獲物を捕食していたと推定されている。一方で、テムノドントサウルスプラテオドンのような種は、鋭いが控えめな大きなの歯を有し、魚のような小型の獲物や体の柔らかい獲物を、 捕食していた可能性がある。テムノドントサウルスは捕食の際、口を開けた状態で獲物に向かって前進して、接触していた可能性が高い。顎の動作は俊敏であり、捕食の際には咀嚼ではなく噛みつく手法を取っていたと考えられている。他の魚類と同様にテムノドントサウルスの遊泳速度は高速で、 テムノドントサウルスのようなジュラキの魚竜は柔軟な尾の先に存在する尾びれを使って遊泳していた。テムノドントサウルストリゴノドンの体は長く薄い上に非常に柔軟性が高く、椎骨の総数が多く、極部的な差も小さかった。巨大なヒレを貝として用いていた。遊泳スタイルはマグロに類似し、うなぎのように遊泳した基盤的な魚竜とは異なる。半月状の尾びれや、 およりも頭部が短いことなどが、テムノドントサウルスなど3畳期以降の魚流の特徴として挙げられる。2018年10月24日に発表された、論文でテムノドントサウルスの標本41個の解析が行われ、最も多く観察された病変は、同種間での競争に橋を発する外傷であり、頭骨、肋骨、胸骨、前肢に集中し、回復に向かう兆候が見られた。 アバラ骨の骨折は、大抵の標本において頭部など、他の部位の外傷の数と相関が確認され、頭部の外傷は絶滅したクジラ類やモササウルスのものと類似する。ただし、他の大半の海小魚膜類とは異なり、テムノドントサウルスの石柱には外傷が見られなかったことから、これらの頂点捕食者には、機能的な差異が存在したと考えられている。さらに、 ドイツ南部から出土した標本には減圧症による、素血性絵の痕跡が確認されず、この生物が旋回域に生息していた可能性がある。イギリスから出土したものには減圧症の症状が見られるため、両者には生息環境の違いがあったと考えられる。最初に発見された魚流の頭骨は、テムノドンとサウルスプラティオドンのものだった。その標本、 BMNH2149 は1811年にジョセフ・アニングがライム・レジスのリアス海岸にて発見した。骨格の残りの部分は1812年に彼の妹、メアリー・アニングが発見したが、長きにわたって紛失されていた。その後化石はエバラード・ホームが記載し、これが魚流についての初めての科学的な記載であった。 テムノドントサウルスプラティオドンはテムノドントサウルスの模式種であり、かつ最も一般的な種である。模式標本の頭骨はロンドン自然史博物館に所蔵されている。標本はもともとイクチオサウルスプラティオドンと命名されていたが、後にテムノドントサウルスに改名された。テムノドントサウルスはテムノドントサウルス科に属する唯一の属である。テムノドントサウルス科は シーマーゴーアンにより記載され、マーチンサンダが2000年に命名した、タン統のグループ新魚類に属する。このグループには、テムノドントサウルス科の他に、レプトネクティス科とスエボレービアタン科が含まれる。テムノドントサウルスは三畳期以降の魚流の中では、最も基盤的なものの位置である。下のクラドグラムは、マイッシュマッキー及びマイッシュマッキーに基づき、分類群の名称は、 毎種に従う。テムノドントサウルスプラティオドンは1822年にウィリアム・コンイバーによりライムレジスの BMNH2003 から命名された。この標本はロンドン自然史博物館に所蔵されている。テムノドントサウルスプラティオドンはヘッタンギアン後期からシネムーリアン前期にあたる層から出土し、テムノドントサウルスの模式種である。テムノドントサウルスプラティオドンの標本は イングランドのライムレジスとドイツのハーラ・コハン及びベルギーのアルロンから発見されている。完全な骨格は BMNH2003 のみだが保存状態の良い BMNHR1158 も発見されている。1995年、クリストファー・マッコーアンがかつてテムノドントサウルス・リソルに分類された標本が実際にはテムノドントサウルス・プラティオドンの様態であることを ライムレジスの東方に位置するブラックベンから、デイビッドソウルが1987年に回収した標本を用いて説明した。それまでテムノドントサウルスリソルと考えられていた3つの、頭骨標本は、巨大な眼下と湾曲した、分布及び小さな上がっ骨を持っていたゆえに、テムノドントサウルスプラティオドンと別種とされていたが、マッコウアンは、頭骨に対する全種の大きさから容体として、 記載ししした胴体部部ととと比較てて頭部が非常に長いことかららも流行り様態として考えられるテムノドントサウルスアクティロストリスは1840年にリチャード・オーウェーンが記載した。ホロタイプ BMNH14553 はイングランド・ヨークシャーのウィットビーに存在するトワルシアンのアリム・シェイル層から発見された。マイケル・マイッシュは2000年にその標本を テムノドントサウルスとして記載したが、2010年に、マイイッシュは、標本がテムノドントサウルスではなくおそらく、イクチオサルスに属すると主張した。テムノドントサウルストリゴノドンは1843年に命名された。模式標本は、トアルシアン前期にあたるドイツのバンズから出土した、ほぼ完全な骨格である。標本の長さは、約9.8メートルで、 頭骨長は1.8メートルである。ドイツでは他の標本も発見されているほか、フランスのヨンヌケンセインツコロンブに位置するトアルシアンの層からも出土している。テムノドントサウルスロンギロストリスはトアルシアンにあたるイングランドヨークシャーのウィットビーから出土した不完全な骨格、BMNH14566 に基づいて記載され、 他の標本もその付近から出土している。この種の有効性については論争が繰り広げられており、マイケル・マイッシュはテムノドントサウルス・ロンギロストリスを有効な属と認めていない一方で、MJ ・ベントンと MA ・テイラーは有効な属とみなしている。テムノドントサウルス・ユーリケファルスはホロタイプ標本 r 百五十七しか発見されておらず、年に マッコウアンにより命名された。イングランドのドーセット州ライムレジスに位置するブロードレッジと呼ばれる石灰岩中で発見され、地質時代はシネムーリアンに該当する。この標本はロンドン自然史博物館に所蔵されている。テムノドントサウルスブルグンディアへの有効性は、議論されている。マッコウアンが1995年に本種を テムノドントサウルスに所属させるべきであると提案したが、マイケルマイッシュはこれに反対しており、1998年には本種をテムノドントサウルストリゴノドンのジュニアシノニムとした。マーティン・サンダーは2000年にドイツ・ホルツ・マーデンとフランスら回収した標本をテムノドントサウルス・ブルグンディアへとして記載し、他の専門家は本種をこの標本を含むものとして解釈している。 デムノドントサウルスアゼルグエンシスは2012年にブリストル大学のジェレミー・マーティンにより記載され、トワルシアン中期のバイフランズ・アンモナイトゾーンから出土した、ほぼ完全な骨格で、ア・ホロタイプに基づいている。これは1984年にフランスのローヌ県ベルモント・ディ・アザックスのラファージ採石場からデージョブとローレントが発見したものである。発見された場所である。 採石場の付近にある河川と、渓谷から種照名が名付けられた。テムノドントサウルスアゼルグエンシスは、体格と胴体部の解剖学的特徴が、他のテムノドントサウルスの種と似通っているが、頭骨の形態は異なる。噴部は長く薄く、方頸骨が小さい。テムノドントサウルスアゼルグエンシスの葉は、極めて小さいかあるいは全く存在せず。 硬い外骨格や脊椎動物を捕食するのには非効率的であったと推定されてり、他のテムノドントサウルスの種と比較してより小型でより柔らかい獲物を捕食していた可能性がある。テムノドントサウルスの生息域は海岸線から離れた開けた海洋であり、海底には関与しなかった。テムノドントサウルスの化石はイングランド、ドイツ、フランスにある。 海洋環境に関連した岩から発見されており、特にイングランドのドーセット州ライムレジスのリアス層が顕著である。リアス層は石灰岩とデー岩の変成岩から構成され、アンモナイトが豊富に含まれている。テムノドントサウルスの化石はドイツのホルツマーデンのポシドニア結岩からも発見されている。ポシドニア結岩は黒歴性結岩と 歴世石灰岩から構成されており、主張竜やワニ、アンムナイトなどの化石が豊富に発見されていることから、当時の環境は海洋だったと知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。